てめえに呼び捨てにされる覚えはねえ、けがらしい。嘘だ。中子の術により記憶と人格を変えられた玉褒めは宮家様を憎み、その命を狙ったのでございます。玉褒めに別れを告げた宮家様は昇進のあまり自らを失い、朱雀の巫女はどこにいる。再び宮家様の命を狙いに来た玉褒めにほとほりが立ちはだかったのでございました。宮家には指一本触れさせぬ。その剣を取れ。武器を持たぬ者とは戦えぬ。朱雀の巫女だけでなく江南国皇帝再否定ほとほりも殺せ。面白え。守るためにきっと玉褒めを殺す。誰かいないの？あ、あんたどっから。あ、よし。宮家を愛していたことさえ忘れたというのか。知るか。二人とも本気で戦ってる。止めなくていいんですか。無駄よ。わからないの、ほとほり様の気の強さ。いつも穏やかなあのお方が、どちらかが倒されるまでもう誰にも止められないのよ。玉褒め、私は決して負けるわけにはいかない。一人の男としてお前だけには負けるわけにはいかない。陛下の気が圧倒的に玉褒めの気を上回っているのだ。ただ宮家を守りたい一心であそこまで強くなっているのだ。どうしても宮家を殺すというのなら、玉褒め、その前に私がお前を殺す。
朱雀の巫女の叫び、江南国の城中に響き渡らん。ほとほりに敗れし玉褒め、朱雀の巫女と愛を誓いし江南の城に倒れん。お前を殺す。殺してお願い、もう一度元気になって、そしたら望み通り殺して。私、玉褒めに殺されるなら構わない。だから死なないで。好きだよ玉褒め、ずっとずっと大好きだよ。殺せ。朱雀の巫女を殺せ。大好きだよ。この声、この髪、この唇。約束だよ玉褒め、今度こそ会えるんだね。お月様が真上に来た時待っててね、玉褒め。ミヤカ、危ない。待て、あれを見ろ。ミヤカ、違う。なんだ、泣いてんのか。ごめん、月が真上に。約束したのに遅れちまった。大丈夫、今真上に来たところだから。やっと会えた玉褒め。三つかけ。はい。三つかけ。大丈夫、今直す。ほとほり様。玉褒め、よく帰ってきてくれた。玉褒め、玉褒め、玉褒め。後ほどお部屋に参るとお伝えするようにと。無事だったのね、よかった。
戻ってこないかと思った。ずいぶん早かったな。無論朱雀の巫女片付けてきたのだな。はい。玉褒め。元に戻ったのか。おかげさまでな。ずいぶん人をおもちゃにしてくれたそうだな、中子。耳のこれで、どうやら俺はお前にうまく操られてたらしいな。今返すぜ！なぜだ？なぜ破れた？一度体に入れば、世界中どのような法をもってしても治すことは不可能な孤独の力か。てめえには一生わからねえよ。てめえの面なんざ見たくもなかったが、この通り朱雀の詩人天使は取り返させてもらったぜ。貴様。中子、やめて。中子、やめて。今日の俺にはその無知は通用しない。江南の地で七里が法力で俺の全身に結界を張っている。中子、覚えておけ。今の俺は確かにお前には勝てねえ。でも俺はもっと強くなってみせる。そして必ずこの手でお前を倒す。玉褒め。ユイ、俺はお前に同情していた。でもお前のしたことは許せることじゃねえ。お前の心の傷が早く癒されるように俺は祈ってる。ユイ様、このまま返してよろしいのでしょうか。いいの。もうどうしたって玉褒めを止めることはできない。自分の手で好きな人を遠くへやってしまったんだから。野暮なこと聞かないの。玉褒めと一緒に決まってんでしょ。詩人天地書も取り返したし、本当に良かったです。それにしたかて、なんであの協力やったはずの孤独が破れたんや。それは多分玉褒めの生命力が弱まったと同時に孤独の力も弱まったのだ。そうか、それで宮家の思いが最後の力を打ち破ったっちゅうわけかいな。それと玉褒めの宮家への思いもな。あっ、子供に触っていたのだ。ほとほり様、何かお吹きしましょうか。そうだな、一曲頼もう。ちりこの笛の音だね。いい音色でしょ。ん、玉褒め。ほら、そんなに落ち込まないで。江南国へ帰ってきてずっとそうなんだもん。玉褒めは悪くなかったんだから。そりゃ確かに私の左腕を打ち砕いたり、ゴーアイミの手紙を破ったり、半殺しにしたり、皇帝のほとほりに剣を向けたり。でもそれはみんな孤独のせいだから。
ようになってなかったん。いいんだ、責められても仕方ねえ。いくら操られてたからってお前に手をかけるなんて。しかも何にも覚えてないなんて最低だよな。どうすりゃ許してもらえる？このままじゃ俺お前に顔向けできねえよ。それもそうだね。ずっとそばにいるって言ったくせに私を置いていっちゃうんだもんね。私怒ってるんだよ。思わず浮気しちゃったよ。嘘、もう少しで危なかったけど、償いなんていい。戻ってきてくれただけで、今度こそそばにいてね。離れないでね。ずっとこうして抱いていて。今度こそ約束する。二度とお前を離したりしない。ユイ様、申し訳ありませんでした。私としたことが逆にあなたを悲しませることになるとは。玉褒めはもうきっと私を軽蔑した。宮川はこれで朱雀を呼び出し帰っと。そううまくことが運ばれるとお思いですか？何言ってんの中野。あなたまさかまた何か。申し上げたではありませんか。ご安心くださいと。もうすぐ仕掛けておいた罠が動き出しましょう。仕掛けておいた罠。そして奴らはすでに。その罠にかかっているのですから。朱雀の御子、愛する玉褒めの胸にて江南の幸せに酔いしれん。
宮家様のもとに集う七聖士たち。あとは朱雀召喚の儀式を残すのみ。愛を確かめる者、愛を捨てられぬ者、そして愛に苦しむ者、それぞれの思いを胸に秘めつつ、時は静かに流れていきました。次回、謀略の予兆。微笑みと悲しみはいつも背中合わせ。